はい、どうもゆうです。今回ですね、ザンブドッタレビューしていきたいと思います。ザンブドッタなんですけど、一応まあシャドウ使って、ね、長いスキル攻略は仕事になります。で、ペースがカンスト状態になって、シュート77、パス85のドリブル87、守備89の体幹87と。でプレースタイルが、まあ、守備系インターセプト以外ほぼ持ってて、シールドを持っての、 あの容赦なしプラスとなります。で、まあ、正直あの担当直入に言うと、今までというか直近でサイバーあのシンゴ、ムキエレ、オナバとゴラストカフー、まあ、ザンブロッタ使ってきて、まあ、自分はザンブロッタが一番圧倒的に良かったです。やっぱりあのその面で言うと守備ですね。守備がもうマジで圧倒的に良くて、あのまあ容赦なしプラスが唯一この上げた5人の中で持ってるので、まあ、まずフルで、スタミナがほぼ減らないっていうのも第一前提なのと、まあ、予測プラがあるので本当に刈り取ってくれる。あと、まあ、あのやや長い、まあ、長いの影響で、あ抜かれたなと思っても追いつけるんですよね。あの今やっぱりハフェルツとかが左サイバーとかで上がってきたりとかするんで、まあ、それをあの追いつけないとかも多少あったりとかもするんですけど、やっぱりこのザンブロッタだったら、まあ、ちゃんとケアだけしておけばあの追いつけるので、やっぱりこのザンブロッタの使用感はすごい感動しましたね。まあ、ここまで強いんだっていう、まあ、存在感もう抜群にありますし、まあ、今回の、プレミア TOTS の、 あの CF20 連したのもこのザンブロッタの存在は正直でかかったかなと思います。でかといって攻撃しにくいかというとそんなわけでもなくて、あのめちゃくちゃあのドリブルが重いわけでもないですし、やや長いの割にはまだドリブルしやすい方かなと思うんで、あのサイドがぶち抜いてっていうのはやっぱりそのオナバトとか他の今さっき挙げた4人の方が攻撃面で言ったらやっぱ上かなと思いますけど、あの全然問題なくやれるレベルなので、あのサイドから全然上がっていったりとか、ハイライトシーンで切り抜いてる部分もあるんですけど、結構攻撃参加の方があの動画作ってたら多くなったので、正直それぐらいあの攻撃参加も問題なくできるような選手にはなってるかなと思います。まあ、なんかクロス上げたいとかもですね、まあ、大胆なパス持ってなかったよね、持ってないから、まあ、その今流行ってる L1 クロスも全然できますし、まあ、シールド持ってるのもあってドリブルもなかなか捉えないっていうのもあるのかなと思いますけど、マジでまあそこの使用感はすごいいいんじゃないかなと思いました。はい。で、まあ、スキルを逆足後っていうのもやっぱり評価できる部分ではあるかなと思います。まあ、このザンブロッタですね、まあ、ちょっと騙されたと思って本当使ってほしいなと思うんですけど、うん、あのまあ、やっぱ合わないとかはっていう意見も正直聞いたんですけど、まあ、自分の中ではナンバーワンサイドバックかな、ね、さっき挙げた5人の中ではナンバーワンに上がるかなと思います。過去にあの RB 動画も出したんですけど、ランキングのあれでもちょっと順位低めにしちゃってたんですけど、まあ、今となっては自分はすごい上位に入ってくるなっていうのと、まあ、最後に大事なのがあのやっぱこれ TOTS 期間でなかなかサイバーとかっていい選手あんま出てこないんですけど、あの戦場とか例えば中盤とかフォワード前線って結構上位互換で出てきやすいポジにはなってくるんですけど、やっぱサイバーがちょっと出にくい状態なのと、このいろんなリーグ使っていくっていう中にで考えると、あのサイバーとキーパーはアイコン入れやすいところになるので、まあ、そういった面で言ってもそのザンブロッターを1枚枠で入れておくっていうのはあのケミスクイーンにもなるんで、僕としてはすごいおすすめかなと思いました。なので、ぜひ使っていただけたらと思います。はい。ですでね、最後に、この後ですね、あの試合動画の方ハイライト流しますので、よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。
今ですね、一応転売情報として、まあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのを上げてますよっていう感じのです。まあその日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、ディーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、ディーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳付とかに分けるように、まあ二つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。